たった一晩で30人もの人を殺害した男、土井睦雄をあなたはご存知だろうか。漫画や映画や小説など様々な作品のモデルになっているその事件は長年このように呼ばれている。津山30人殺しと。皆さんどうも、桔梗と申します。今回は日本の犯罪史の中でもめちゃくちゃ有名な事件をやっていきます。あの八つ墓村のモデルにもなった事件だね。って言っても若い子は八つ墓村っていう映画のタイトルも聞いたことないかもね。それこそ VTR の方の映像を編集してる弟に、この津山事件って八つ墓村のやつやけど知っちょるやろって聞いたら、は？なんそれ知らんちゃけどって言われました。でも若くても映画が好きな人とかだったら絶対知ってるよね。というわけで早速参ります。一人の青年によって30人もの人が殺されたこの事件、一体なぜ事件は起こってしまったのか。津山30人殺しこと津山事件について見ていきましょう。孤立する日々。今から100年前の1923年、岡山県の小さな集落に家族3人で暮らしている少年がいた。彼の名前は土井睦雄。2歳の頃に父親を、そして3歳の頃に母親を結核で亡くした睦雄は、姉と共に祖母に育てられていた。この時代、日本の死因のトップはまさにこの結核で、当時は不治の病として恐れられていたんだ。後に抗結核薬という抗生物質が開発されて、その致死率はぐんと下がったんじゃ。睦雄も小さい頃から体が弱く、学校も休みがちになっていた。ただそれでも成績だけは良かったのだが、15歳の時に大病を患い、長期の入院をすると、学校の勉強にも次第についていけなくなり、どんどん孤立していったのだった。そしてこの翌年には、大好きだった姉が結婚して村から出ていくことになった。両親もおらず友達もいなかった睦雄は、姉がいなくなってからますます孤独を感じ、塞ぎ込むようになったという。勉学にも身が入らず、病のせいで農作業を手伝うこともできなかった彼は、うだつの上がらない毎日にうんざりしていた。すると1937年、二十歳を迎えた睦雄は戦争に行って国のために戦うことを決心した。しかし軍隊に入るための徴兵検査で彼は不合格となってしまったのだった。男はお国のために戦ってこそ一人前だと言われていたこの時代に、その検査に落ちてしまうということは屈辱的なことであり、睦雄は村人たちから蔑まれ、肩身の狭い思いをしていた。また不合格になったその理由は、彼がこの時ある病にかかっていたからである。そう、その病とは両親と同じ結核であった。この病は空気感染をするため、睦雄はますます村のみんなから煙たがれるようになり、差別的な扱いを受けていた。彼には昔から仲良くしていたゆり子という女性がいたのだが、彼女も睦雄を見捨てて別の村の男と結婚したのだった。もうこの時彼に残っていたのは、自分を蔑んだ村人たちに対する復讐心だけであった。この後彼は日本の歴史上類を見ない最悪の大量殺人事件を起こす。見つめろ化け物。村人へ復讐することを決めた睦雄は早速行動に移った。猟銃の免許を取りに行き、猛獣をも仕留められるような猟銃を購入すると、毎日山にこもって射撃の訓練を始めた。その後も刀の収集家のもとを訪れて日本刀を購入したりと、着々と準備を進めていた。そして
1938年5月21日、ムツオはついに最悪の事件を起こす。事件前日の夕方、彼は電柱に登って送電線を切断し、この集落の家々を停電させた。そして数時間後、日付が変わった21日の午前1時半、惨劇は始まった。ムツオはまず最初に家で眠っていた自分の祖母を殺害した。孫が殺人鬼となれば今後大変な思いをすることになる。それが祖母を殺害した理由であった。すると彼は恨みを抱いていた村人、またはその関係者の家を次々に襲撃していった。暗闇に包まれた集落にこだまする激しい銃声と断末魔。当時の生存者は三つ目の化け物が村を襲っているように見えたという。というのも事件当日、ムツオは襟詰めの学生服に軍用のゲートルなどを身につけ、頭には鉢巻きを巻いていたのだが、村中真っ暗であったため、彼は首から下げたランプと鉢巻きで固定していた2本の懐中電灯を頼りに村人を襲っていたのだ。そう、暗闇を照らしていたこの3つの光がまるで3つ目の化け物に見えていたのだ。だが実際、日本刀と猟銃を手に持ち、返り血で真っ赤に染まったその姿は、まさに化け物そのものだっただろう。こうして彼は、わずか1時間半の間に、30人もの命を奪ったのだった。その後、ムツオは、村から 3.5 キロ離れた、荒坂峠の山頂で、自らの心臓を猟銃で撃ち抜き、その生涯を終わらせた。彼は生前たくさんの遺書を残していたのだが、その中には結核患者の自分がいかにひどい仕打ちを受けていたか、村人の個人名を用いて事細かに書かれていた。そして遺書の後半では、大好きだった姉に対する謝罪の言葉などが残されていた。人を計れば人に計らる。この津山事件は気の触れた青年が起こした惨劇だと思われがちだが、その実は恨みを晴らすため用意周到に計画された殺人事件であった。はーい、どうだったでしょうか。人間の恨みってのは恐ろしいね。犯人が捕まってる日本の殺人事件で犠牲者が一番多いのは、数年前に起こった京アニの放火事件なんだけど、その次に多いのがこの津山事件なんだ。しかも刀とか銃で一人一人直接殺してるって考えると、どれだけ異常な事件だったかわかるよね。でも生存者の中には、お前はわしの悪口を言わんかったって言われて殺されなかった人たちもいるんだ。つまり見境なく殺してるわけじゃなくて、あくまで冷静に殺人を犯してるんだ。で、それはそれでめちゃくちゃ怖いけど、正直徴兵検査で合格してたら戦争では活躍してたかもね。とにもかくにも、みんなは人の恨みを買うようなことはないように気をつけましょう。こんな事件の加害者にも被害者にもならないために。